平成光る俺です。すいません、すいません。いや俺は謝んなくていいんですか。これが悪いんですけど、これ今オープニングになってるじゃないですか。じゃなくて本当はちゃんとした本物のオープニングをあったんですけど、パソコンの不具合で消えまして、今オープニング撮り直してます。ちなみに今回の企画はドッキリを皆さんに仕掛けてるって感じなんですけど、ね、もう終わっております。ドッキリはなのでまあ光さん説明よろしくお願いします。調子悪いさっき生放送出てたよね、あんた。ごめん、ちょっとね、俺結構ショックなのよ。結構いいオープニング撮れたじゃん。確かに、あれいいオープニングだって。本当にごめん、ドッキリもこの間やったじゃん。何のドッキリかすらちょっと危うくなっちゃって。何しかも、タクシル撮ってるしね。タクシル撮ってる。メンバーに、まあ、ノール、メンバーに下がれよ。ということで、今回のドッキリはですね、僕らノールの楽曲、未来という楽曲が今多分流れてますね。この曲の歌詞を普通の会話の中でどれだけバレずに言えるかっていう時です。素晴らしい。最初のフレーズで、あの日選んだ道を今日も、こちらを普通の会話で、いや、あの日俺らの選んだ道は間違ってなかったみたいな感じ入れてバレずにいけたら俺らの勝ち。お前すげえな。いやいや、普通のことだろ。 YouTuber ってそういうもんだろ。おい、喋んなカメラ。おい、消すなデータ。前髪前髪前髪。すごいっすね、お猫3分の2締めてるということでね、本番終わっちゃったんですけども、ぜひ楽しく見ていただけたらめっちゃ楽しくやってます。それではやっていきましょう。タクシロタイゼタケルナオです。やってきました。はい、本日はですね、はい、僕の自宅にお呼びしまして、なんか臭くね、猿山からなんか一人来てるらしい。え、めっちゃ俺のこと見てない、みんな。さっきバナナ食ってね。いやいや、食ってたよ、自分も。ここで撮るの新鮮なんでね、ゆるっと企画を撮っていけたらなと。この家めっちゃ狭い。いや、 Wi-Fi も弱回線。どんだけディスんの。言えねえからね。今日は何ですか、光くん。まあ6月に我々が5周年を迎えるのは、5年もいたら思うことがあるんじゃないかと。ノールに対して、メンバーに対して、いいことも悪いことも言っていいの。いやいやいや、本当ですか。メンバーのここ嫌いだから直せと。じゃあもう今日ね、ノールの存続が決まるんですね。ゆるっと今日は撮っていきたいと思います。それではやっていこう。どう、あの日から。どの日で選んだやん、この道を、ノールっていうね。じゃあ5年前ってことになるんですか、ね、ぶっちゃけ俺はノールなんて、まあ、迷うことなんか歩いてるなと思って何かって迷ってないもん俺今。そうだね。どうすか、本当にね、面白い。君たちは同い年だけじゃん。で、俺だけ4つ下なわけじゃん。普通だったら俺はぶられてるんだけど、お前以外の LINE グループあんたよ。かぶられてんの気づいてない。俺それちょっとじゃあ聞こうかな。俺のことどう思ってる。最初の方は一線あったね。タケルがさ、末っ子センターみたいな感じでやってるじゃん。だからちょっと悔しさはなんか壁があったの、最初ね。どこかのタイミングでなくなったんだよ。みんなのこと俺くん付けだったもんね。ヒカルくん明日暇ですかみたいな。いつからか関西弁だって。関西出身だって。兵庫と神戸。だから兵庫と神戸一緒なんだよ。俺アジア。でかくれたね。君がもしもうアフリカなら話は変わってる。アフリカにいてくじけそうって。ちょっとね、気温差とか。でもそうやって俺らさんにこの点差し上げて、ありがとうありがとう。実家帰れてる。なんかアマゾン川付近らしい。いや、川はね、泳ぐんでね。なんださっきから。ホイマーの日なんでしょ。今日ほんと高ぶってる。足組んでんじゃねえ。いやいや、お前は足組むなよ。いや、あぐらだよ。タクシーはさ、高校を卒業してさ、東京のね、専門学校に行こうとしてたわけじゃん。そこの道を断ち切ってノールに入ったわけじゃん。手を繋いだわけで。ね、ガッチリね。ガッチリ。まあ芸能界系に興味があってね、専門学校に行く予定だったんです。マンションも決まってて、春から東京だ、みたいな。で、たまたま、まあスカウトされまして。見てたよ。俺、それの時笑ってたよ、笑ってた。笑ってたって。面白いとこじゃねえよ。君が笑ってきてたの。何なんだ。何なんだよ、さっきから。オーディションを締め切りの当日に俺受けますってね。そうです。それだけ、それだけだ。大丈夫、それだけだ。みたいな。ちょっと携帯いじるわ。なんで。結構今真面目に話してたじゃん。おい、何してんの。本格的にいじってんの。お前さ、ちょっといじって。事務所入って俺は少し強くなって気持ちしたけど、上手くなって気持ちしたわ。申し訳なかった今の。だろ、ふざけんなって話だよ。まあ、先よりね、あの、オーディションの最後さ、俺泣いてたの覚えてる。僕を見出して、自分の涙。サブーそのフレーズ。複雑ではあったけどね、蹴落としてやるみたいな感じだったから。どんな時を覚えてる。何なんだよ、まさきか。歌詞みたいな。歌詞みたいな。
歌詞みたいな。ポエマーでやっていくから。ポエマー二人いらんのよ、ね、かけるわ。ポエマーというか、詩人。ポエマーだろうね。そうだね。ちょっと聞いてみよう。なんでだよ。ひしょるぞ。携帯いじるキャラなんの？タクシーはかなりこもってる感じだってね。そう、ずっとかなりこもってた。いや、タクシーはね、苦労苦悩あったんだな。嬉しいな、お前のその言葉。もういいよ、俺の話やめよ。なんかでもその後ちゃんとあったじゃない。今回さ、何？俺かい？俺の話すんの今日。タクシーが全部飲んだことまとめて言ってくれてるじゃん。空の向こうに。空の向こうに死んだ俺。だとしたらこれ何？お化け？どこ見てんの？でも俺らの未来は希望になる。でもお前もそうでしょ。未来系やっぱ希望になる人じゃん。今日未来の歌詞で会話。未来の歌詞で会話みたいな。大正解！分かった。分かっちゃった。え、マジで？マジなの、それ。これ、マジで。分かんない、分かんない。さっき、みんな来る前に、オープニング撮って、未来の歌詞をどれだけバレずに言えるかって。そういうことなんだね。歌詞欲しかったけどね。あ、そういうこと？歌詞かって言ってたじゃん。歌詞みたいな。分かんない、分かんない。大正解。マジで。出てこない。歌詞が分かんねえんだよ。なので知らんすよ。あ、そういうことね。ドールの思い出話っていうからさ、俺めちゃくちゃ考えてる。いや、そうだ、俺だってめっちゃ真面目な話。やる気でないやんと思って。真面目な話にニヤニヤして俺すっげえ嫌いだし。やめるやめる。あそこ出てこなかった。炎ある日。そこが出るなって。空の向こうにかかる虹が。え、でもそれ見えるはずじゃない。どこで反省会？未来の歌詞みんな言える？ちょっとかける。歌わないで言ってみます。そう歌うな。歌うな。そうじゃねえよ。まだし。あすげえ、見な。いや、お前だ。もしみんな知らなかった。未来知らなかったら割と気づいたかも。いや、でもそれ、とろけるようなら、めくるよ。エビバリ、ワッショイ。どこで気づいた？いや、おかしかったもん、私。すごい、ポエマーだなって思った。でも意外とバレなかった。まあまあまあ、作者にはバレなかったけど、タケルには。俺は絶対わかんない。バックで。俺は絶対わかんない。俺、歌詞で歌ってない。歌え。プロなら歌え？歌詞。楽しいね、これ。成功。成功ですね。これぜひ、サブスクで聴くことができますので、ぜひ。歌詞を意識して聴いて。一番説得力ないということで、この動画にいいと思った人は、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。いや、すごいな、ドッキリとかしてくるんだ。